わしょ下町探偵団源さんです。今日はね、直下です。何度かもう来てるんでなんなんですが、砂町の富ヶ丘八幡宮、通称元八幡なのだ。この間ちょっとね、ここら辺の商店街を歩いた時に改めてここの神社へ来て、でちょっと思ったんだよね。まあこれが本社ね、富ヶ丘八幡宮の本殿、本殿社殿なんだけど、この裏にちょっと珍しいものがありますよって言って紹介 したんだけど、あ、この宮みこし結構でかいね。みこし裏も3つあるんだね。町みこしようかな、これは。で、これは、富ヶ丘八幡宮という神社の境内。で、その中に、神社の中によくちっちゃい神社があるっていうパターンがあると思うんだけど、こういう神社があります。これちょっと紹介したんだけど、これは、浅間神社。浅間神社っていうのは、浅間って書くんだけど、富士山を、信仰の対象とした神社は大体浅間神社。なので、元八幡とは違う神社がここにありますよ。ただ、わしが見せたかったのは、これで、これもその時多分見せてるんだけど、ここに富士塚があります。富士塚っていうのは富士山を模して、これを信仰の対象としてるわけね。だけど、これは元八幡のための富士塚じゃなくて、さっきも言ったように浅間神社があって、浅間神社が、富士山を信仰対象にしてるから、この富士塚は浅間神社のものっていうか、浅間神社の付随品みたいなものなんだ。なので、何が言いたいかっていうと、ある神社の一角にこんな大きな富士塚を持った浅間神社が砂町にあるよ、的なこと。この浅間神社はね、富士塚はね、もう私も結構いろんなところに富士塚見てるけど、かなり大きいよ。これも前行ったと思うけど、山登っちゃいけないのよ。前登ってよかったんだよな。なんか事故でもあったんじゃない。なので、わしは、一回登ったことはあるんだ、昔。だけど、今日雨も降ってるしね。今日はどっちにしろ、ダメって書いてあるし、登らない。とりあえず、今日の直下は、この、砂町の浅間神社。お参りだけしておきます。でね、ここって、登るのはダメって言われてるから登らないけど、でもなんか登る道結構あるんだよね。こっちから向けるし、そっちから向けるんだよ。この富士塚ってぐるっと一周ができるの。なので、別にしなくてもいいんじゃないって言われたらそれまでだけど、富士塚の周りをちょっと一周してみます。だいたい富士塚って大きな山があって、その中にちょっとした祠とかやっぱりいくつかあったりするんだよね。よいしょよいしょ。なんかでかいよね。わかるかな。これまで全部そうだよ。富士塚の敷地内っていうかな、富士塚のエリア内にイチョウの木が一本。こんな感じです。なんか回ってみるとやっぱ大きいなって感じするでしょ。そんなわけで、元八幡も、もう浅間神社も、ちらっとは紹介してるんだけど、直下として紹介したことはなかったんで、一回、改めて、直下として浅間神社、紹介させていただきました。今日はこの辺で、これでいいのだ。